沖縄県における、久米島の一久米島守備隊住民虐殺事件は、太平洋戦争時における沖縄戦の最中から終戦後に発生した日本海軍守備隊による、同島民の虐殺事件。久米島事件とも呼ばれる。日本海軍の久米島守備隊が、アメリカ軍に拉致され、渡された、東港勧告状を持って、部隊を訪れた住民を、 敵に寝返ったスパイとして処刑したことに始まる事件である。この非戦闘員の処刑は、現在の価値観に照らし合わせて、人道上の問題があるだけでなく、当時の国内法や軍法、軍機からも逸脱する行為であった。まず海軍警報、陸軍警報をはじめ、国内法にスパイ容疑で裁判を経ずに処刑する法規が存在していない。たとえ明らかなスパイを、 犯罪者として現場で処罰する場合であっても、証拠らによる軍法会議が最低限必要である。一回の可視官の主観的な判断のみで処刑を実行することはできず、長方期的措置ないし違法行為の疑いがある。当時の責任者だった日本海軍通信隊の守備隊のトップであった鹿山正海軍兵装長は、戦後の1972年に、 サンデー毎日のインタビューに応じ、処刑の事実を認める一方で、日本軍人として正当な行為であったと自らの正当性を主張した。沖縄戦も終盤に差し掛かった1945年6月、アメリカ軍はそれまで放置していた久米島を攻略するため、上陸作戦の2週間前に工作部隊が上陸し、情報収集のため住民の16歳の少年も、 含む男性2名を拉致した。この男性らの情報から、島にはわずか27名の日本海軍が久米島に設置した電炭を管理運営する通信兵などの守備隊しか駐留していないことを知った。アメリカ合衆国海兵隊は上陸部隊の兵員を966人に減らしたという。久米島守備隊は武器弾薬に乏しく実戦部隊でなかったため、 ほとんど組織的抵抗もできないまま山中に撤退し、久米島は占領された。久米島派遣軍を率いるイーエルウッド・ウィルソン少佐は、直ちに占領業務のための久米島米軍政府を設置し、住民から島の村長特徴を新たに指名するなど、軍政府長官として久米島の行政を掌握した。また6月22日には沖縄戦を指揮していた。 日本側の沖縄守備軍司令官であった牛島光中将と参謀長の長雄中将がマブに司令部で受決した。これによって沖縄守備軍の指揮系統は完全に消滅し、6月25日には大本営が沖縄における組織的な戦闘の終了を発表した。現在では6月23日を沖縄慰霊の日として、 沖縄戦における戦没者の異例の日とされている。しかし、牛島中将の最後の命令が最後の一兵までと高えとして降伏を許さないものであったことに加え、沖縄戦に参加していた日本軍の指揮系統が崩壊していたため、組織的戦闘が終結した事実や、すでに内地の大本営からも事実上見放されたことが正確に伝わらず、この後も、 残存兵力による散発的な戦闘が沖縄本島各地で続いていた。沖縄本島と同様に久米島に残された少数の守備隊も疑心暗鬼の中賞賛なきゲリラ活動を続け、その中で住民虐殺が発生した。拉致された住民は6月26日、アメリカ軍の上陸時に解放されたが、守備隊の鹿山兵装長は拉致被害者に対し、 アメリカに寝返ったのではないかという疑問を抱いた。鹿山兵総長はまず、6月27日にアメリカ軍に拉致され幸福勧告状を持っていくように命令されて部隊にやってきた久米島郵便局の電信保守係であった朝藤を銃殺刑に処した。6月29日には工作部隊によって拉致されていた区長の小橋川と、 区警防団長の糸数森康の2家族9人を処刑し、その遺体を家屋ごと焼いた。兵装庁による刑罰はその後も続き、部下の兵士と義勇兵を残酷みたいとしてアメリカ軍に特攻させ、生きて帰ってきた部下を処刑した。また、アメリカ軍からの投降を呼びかけるビラを持っていたり、投降しようとした者についてもスパイもしくは利的行為であるとして処刑を行った。 兵装長は守備隊の最高司令官として徹底抗戦の構えを見せ山にこもって戦うように住民に指示し従わない者は処刑すると警告した。また8月20日の処刑には地区の住民も命令に従い協力したという。住民の中には鹿山と共に山に立てこもった者も少なくなかったが戦況はアメリカ軍有利であることが明白であり、またアメリカ軍は 帰宅しないと山を相当すると伝達されていた上、実際に、久米島の実務はアメリカ軍政府が掌握しており、住民の多くはその命令に従わなかったという。なお、当時の島には3000個の住宅と7073名の労働人口があったという。守備隊は8月18日には、一家4名を処刑したほか、さらには、 兵装長が若い女性を連れて行軍していた一方で、物資を奪う目的で愚子川村あざ植えずに住む、くず鉄集めで生計を立てていた、朝鮮人、谷川登一家を住民と部下に命令して8月20日に、子供も含めて残殺したという証言もあり、現在では、その事実を示す、慰霊碑があるという。この行為は日本が降伏した8月15日以降の出来事であった。 そのため、海軍警報が禁ずる停戦命令後の指摘戦闘の疑いもある。9月になる頃には、昭和天皇による玉音放送で終戦証書が伝達されている事実を知らされたこともあり、守備隊も最後は全面的に降伏した。最終的に守備隊が処刑した5件で、住民は22人となる。また守備隊の中にも命令に服従しなかったとして3人が、 処刑された。その中には前日のように突撃命令で特攻し、生還した兵士もいた。守備隊は山にこもって玉砕することなく、9月4日に沖縄本島から来た、旧日本海軍の上官の説得に応じアメリカ軍に投降し、沖縄本島からの脱出者なども含め41人が沖縄本島に移送された。連合国側住民に対する虐殺ではなかったため、 連合国軍は鹿山兵装長の行為を戦争犯罪としては扱わず、そのまま他の軍人と共に復員させている。地元でも事件の遺族や当時を知る住民は、もう思い出したくないと沈黙していた。一部の住民が告訴したが、鹿山の消息が不明であり、戦後沖縄がアメリカ軍の統治下に入ったこともあり責任追及が行われることはなかった。 1969年6月22日の沖縄タイムスによると谷川一家は富山出身の朝鮮人で遺骨を引き取る親族を探している記事もある。福音した鹿山は事件から27年後の59歳当時は徳島県に在住していたが沖縄本土復帰を控えた1972年4月2日後の サンデー毎日に掲載されたインタビュー記事の中で事件についておおむね事実であったと認めたが動機についてはスパイ行為に対して厳然たる措置を取らなければアメリカ軍にやられるより先に島民にやられてしまうということだったんだ。何しろ、わしの部下は三十何人、島民は一万人もおりましたからね。島民が向こう側に行ってしまってはひとたまりもない。 だから、島民の日本に対する忠誠心を揺るぎないものにするためにも断固たる処置が必要だった。島民を掌握するために、わしはやったのです。として、処刑は、住民ではなく、部隊を守る行動であったとして正当な業務行為であったことを主張した。また8月18日には、中村居一家4名虐殺については、アメリカ軍から食料品を受け取ったとして、 谷川一家七名虐殺についても同様であったが、朝鮮系で家族は二人だったか三人だったか命令して部下にやらせたのですと事実であると認めた。また事件を振り返って少しも弁明はしません。私は日本軍人として最高指揮官として当時の処置に間違いがあったとは全然思っていないからです。それが現在になって法的に 人道的に悪いと言われても、それは時代の流れとして仕方がない。今は戦争も罪悪視する平和時代だから、あれも犯罪と思われるかも知らんが、わしは悪いことをしたと考えていないから、良心の呵責もない。わしは日本軍人としての誇りを持っていますよ。と事故の正当性を訴えた。なお大島幸雄著の沖縄の日本軍によれば、 谷川一家を子供も含めて殺害した理由について、鹿山は、朝鮮人一般の反日的傾向から、小つも将来日本を売ることになると危惧し、その旨を住民に説明したという。いずれにしても朝鮮人及び、久米島島民に対して深い疑心暗鬼の感情を、現在も抱いている一連の発言に対して、当時の久米島にあった二つの村議会は鹿山個人に、 対する弾劾決議を採択したという。また虐殺された島民の遺族からも強い不快感が示された。海軍刑法の第一条は、本邦破壊軍軍人に、指定罪を犯したるる者にこれを適用すとしており、一般日本人には適用されないと明記されている。また処刑するにしても、軍法会議を経た上で、第十六条は、海軍にお手死刑を執行するとき破壊軍法がを、 管轄する長官のテーブル場所にお手重殺すとしており、一定の法的手続きを要求している。また、日本国内でスパイとして処刑されたリヒャルトゾルゲは、治安維持法等違反で処刑されたが、一般の刑事裁判で裁かれており、外地の戦場における占領地住民と同じように、内地であった沖縄県で、部隊長の判断で処刑する権限はない。原兵総長は、 軍法会議で処刑を決めず、住民からの情報から判断して処刑したことについて、我々の部隊は少人数で大部隊のように、軍法会議を開いてそういう細駒とした配慮をする、暇はなかったと語っている。実際に、軍法会議は、対戦末期には、戦場で孤立化した部隊が続出したことから、法務官不在でも改定された例もあり、省位以上の士官が三人集まれば、 軍法会議をすぐ開催することができた上に、戦時においては民間人にも特定の犯罪に関しては処断できるとされていた。そのため一般人にも適用された可能性もある。また、海軍警報22条の3で、軍事上の機密を敵国に漏洩することと22条4では、敵国のために共同を、試しまた8里を指示、することは、 罪と規定されており、それに対する刑罰は20条で、主会派死刑と規定されているほか、そのほか暴御に入った者も、死刑、無期、弱派5年以上の懲役また派金庫に処死とするなど、重罰が規定されていた。そのため大部隊のように、少尉以上の士官が3人集まれば、軍法会議をすぐ開催することができたため、住民に対するスパイ容疑での処刑があった可能性がある。 しかし、久米島においては守備隊長の最高位が、兵装長であり、一官より、下の可視官であった。そのため、久米島では、軍法会議の開催は事実上不可能であったと、言えるため、兵装長に住民を処刑する権限はなかった。そのため、守備隊が住民を合法的に処刑することは、人道上の問題だけでなく、軍機にすら違反する行為であった。 また部隊そのものが精神的極限状態に陥っており、一種の心身交弱状態に陥っていて正常な判断ができなかった可能性もある。実際に鹿山が朝日新聞に語ったインタビューにこの時の心情が垣間見える。また7月までには陸軍が来るはずと認識していることが伺えるため、彼はすでに6月23日に 沖縄戦が終結したことを知らなかった可能性もある。海軍の久米島伝探地機の見張り所で約30人の部下を指揮していた。陸軍の守備隊が来る予定だったが、その前の6月27日、米軍が上陸、東高韓国状を久米島郵便局の安住章二郎さんが持ってきた。味方のはずの人間が敵側に回ったのか、ということで一層憎しみが湧いてきて殺害した。 他にも直接、間接のスパイ容疑で、島民16人ぐらいを殺した。自己批判せよというのならするが、戦争中のことで、軍人としては、日本の清水をかけてやったことだったなお、これら一連の虐殺事件は、終戦直後の混乱と、日本政府からの管轄権分離という非常事態もあり、一切の刑事訴追を受けていない。そのため、事実上のクーデター未遂事件である、 宮城事件と同様に誰も罰せられることはなかった。ありがとうございます。